ホームを発車した機動車新高浜駅は、かつて、茨城県を見たましぐりまた4家2400番地4にあった、鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃線に伴い、廃駅となった。現在は、貫鉄グリーンバスのバス停留所となっている。単式ホーム一面一線のみを有する地上駅。 ほぼ東西に走る線路の北側にホームを添えた形となっていた。ホームの中ほどに長い巣を備えた簡単な上屋が設けられており、この上屋の溜まり方に北側への出口があった。元来より無人駅であるが、出口にはラッチが設置され、夕方などの混雑時には中殺が行われることもあった。駅の北を鹿島鉄道に並行する形で国道355号が 東西に走る。駅の出口を出ると小さな広場があり、広場を出ると国道355号の新高浜駅入口交差点である。国道を挟んだ駅前にはたまり B&G 海洋センターがあり、北へ進むと100メートルほどのところに、おみたましたまり運動公園が300メートルほどのところに野村電池がある。駅南側には、クレ葉、 ペンテルの工場などがある、たまり工業団地が広がる。名前こそ、新高浜であるが、高浜駅とは、数キロ離れていて、乗り換え等の互換性はない。また、新高浜駅は、おみたま市、高浜駅は、石岡市にある。ありがとうございます。